シンゴさん来ましたね。あ、シンゴさん入りましたね。メキシコ対決という感じ。メキシコ対決になります。すごい。ラストはすごい試合。メキシコ対メキシコ。メキシコ S10 のメキシコ対決ですね。これは、はい、赤堀さん、はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。はい、行ってみよう。シンゴさんずっとね、やりたいってコメントくれてたんで。そして、あの、まあ、気持ち悪くなってきた。ああ、珍しいですね。飲みすぎですか。飲みすぎです。はい、これラストなんで、楽しいメキシコの試合をしてもらえればなと思います。キーパーも一緒だ。なんだこれ、ちょっと違うぞ。ちょっと相手の方が絆が多いのか、もしかして。え、マジで、あとでちょっと解説して。ちょっと、ハーフタイム、絆チェックのところで見ていきましょう。俺のメキシコ。これは楽しみですね。すごい。来た、ワンチャン出てきたよ。はい、相手は新田くん入れてます。ってことは即海外が3人いるからってことなのかな。止まんないよね。これ止まんの？違う、技日本か。技日本が3人いたら新田くんだから。そういうことね。お、ここでロベルトからの、ただハイボーラーついてないですからね、ロベルトには。あ、いや、ぴょんぴょんするから。本当はホットライン乗せるところまで考えると、誰かメキシコのキャラから出してあげたりするといいんですけど。あの、そうね。そうです。そこは否定できないけど、おっしゃる通り。そうでございます。長くなればいいだけだよ。お、ここで、あ、低い。そう、こういうことになるんですよ。そういうこと言わないの。ここでぴょん。ああ、また低くて、そしてラドゥンガが出てきてしまった。これは厳しい。ラドゥンガに引っかかったメキシコ。ただ、ボーレーの値は2万9000あるので、強いですね。ラドゥンガ超えていく。なんでラドゥンガ超えるんだ。まさかのキーパーまで。まあ、うん、めっちゃ面白い。入んじゃないのこれ。まあまあ C キャッチとかね、しっかりやってくれれば大丈夫だと思いますけど。S キャッチしてくれました。はい、S キャッチですね。これはさすがに念のためが、念のためなのかな。それとも S キャッチしかついてない。技がないのかもしれない。技がついてないかもしれない。スーパーキャッチとかはつけれたような気がしますけど、ファイナルウェーブタックル見せてやる。ただお相手のエスパの方がこっちラミレス、相手ラミレスがいるんで、これ取りたい、これ取りたい、取りたい、ビッグバンシュート打てるもん。ハルダウェーブタックルで取れますか、ね、取りたい、ファイナルウェーブタックルで取りたい。取れない、これでビッグバンシュート打てたのにな。ファイナルウェーブタックルは取れない。あ、お相手のメキシコどうでしょう。ここからあ、新田くん、あ、石崎をかわしていくスタイルですね。あ、多分ドリブルでしょうね。これは読み勝てば超えれそうですね。まあ、ただ石崎くんやっぱサイドラインマスターというかサイドマスターか、サイドマスターなんで若干捨て高め、はい、お、読み勝ち、読み勝っていきます。ここから、あ、ここでマッチ。これはマッチ。これタックル来ますよ。します。タックラーです。ファイナルウェーブタックルが強すぎる。相手のタックル結構強いですよ、これ。やばい。そしてみんなオフサイドだった。あと属性不利なんで、パスしても取られる可能性ありますよ。ほらー、取られるよ。もう言った通りですよ。取られると思ったんで。言った通りですよ。まあどの道積んでましたけどね。パスしても取られてます。はい。すいません。ああ、これ止めたい。ああ、やばい。これやばいよ。本当ね。ああ、これは止まる。急ぐよ。あ。ちょ。お。通った。ロベルト。どこ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 、一回出てライン下げて、石崎どこにいる。
あ、相手の石崎さんが石崎ですね。あ、これは読み負けると蘇我のところで止まるかな。さすがに大丈夫です。めっちゃ面白い。メキシコ対メキシコってすごい。すごいですね。これはまあでも取った後にワンチャンまだいけるんじゃないですか。見てなかった。41分ぐらいですよ今。間に合う。間に合わなかった。あそこボールが取れてれば。はい、ではちょっと絆チェックしていきます。まずは小僧さんの絆 22% めっちゃ乗ってる。こんな乗るんだ。まあまあ高かった、びっくり。でお相手の方の絆は 18.5%。 俺の方がすごかったね。そうですね、ついにメキシコ対メキシコ。蘇我の差って感じかな。最後のあそこのキーパーパスはもうちょっとすごいショックなんだけども、あそこは取れてればいけてましたからね。はい、さっきからねライターめっちゃ落としてんだけど大丈夫かなって。もう握力なくなってます。なんかいやガチャガチャっていう音をして申し訳ないじゃないですか。あ、ここは取れそうじゃないですか。いくよ、素早いパスカットで取って。誰に出せばいいんだ。そういうパティで了解です。まあ一回石崎でもいいかもしれないですけどね。あ、はい、まあこのまま確かに新田マッチでもいいかも。あ、まあ石崎でオフサイになってますよ。遅い。違うんだよトーマさん。なんすか。ドリブルなんだよここで。あ、なるほど。 7.5 倍だから。こんなに石崎を使うことが普段ないんだけど。そうですね。あ、そう、すぐマッチが来ちゃうんでね、やっぱり取れないっしょこの子。ほら、またこの美杉くんをかわせるかどうかですかね。かわしますよ。お、ここは抜いていく。これは通るかもしれないですね。で A 技の5人パスカット、うー強すぎる。なんで絶対通ると思ったんですか。強引なパスカット A30 で止まっていく。お、ここのマッチアップ。あ、太陽の5戦士来るだろ。あ、これ太陽の5戦士で抜かれますね。太陽の5戦士止めていくスタイル。あ、ドリブルだった。おっと、読み負けていく。しかもパワードリブルで S 積んでるってやばないこれ。すごいですね。すごいよ、本気ですね。夢玉削って魂削ってますよこれ。さあ、この蘇我をなんと太陽の5戦士で抜いていくのか。うそ、さすがに抜かねえしょ。太陽の5戦士で抜けたらすごいんだけど。お、抜けるのか。あー、惜しい。危ねえ、惜しいな。抜いてみてほしかった。あ、でも相手ボール、サラゴサクに行った。あ、サラゴサクに当たった。このままあー、オフサイド。惜しい。どっちの味方なんだ。面白い展開が見えればそれで大丈夫です。あ、やばい、これ翼いないからドリブル危ねえ。守備がないですね、アルベス君とかは。どういうこと。ただあれですね、向こうは全力がついてるので冷静に。さあ、ここでかわして、あ、これ太陽の5戦士じゃないですか。どうだろう。あ、でもドリブルで抜いても良さそうですね。これワンチャンいける、太陽の5戦士。これ太陽の5戦士って、まあ読み勝てばいけると思いますよ。そうなんだ。はい、あ、読み負け。ああ、普通に止められていくスタイルか。ここにブラボ触れないよ。でもさすがになんかメキシコ人ブラボとかないんですよね。そう、意外と配ってくれないんだよね。
あ、ここはでも読み負けたら抜かれそうな気がしますけど。大丈夫だ、抜かれても。あ、ここは読み勝っていく。冷静に。冷静に。冷静にアルベス君。はい、アルベスで。アルベス君も捨て高いですね。2万3000。アルベスだったら大丈夫だろう。ドリブルで。ドリブルで、なんとかなるだろう。石崎強すぎた。ドリブルで。ドリブルだったらなんとかなってましたね。このじゃんけんがむずすぎて。あ、これオフサイドでしょ。あー、でも弾いた。あー、スワレス君が取った。これ大チャンス。あ、違うか。逆だった。あー、オフサイドだ。ライン、めっちゃ気にしてたのよ。オフサイドだった。もう、ほんとに。すいません。この酔っ払い申し訳ない。今、逆サイドまでちゃんと見てたのにな。延長になっちゃった。これ延長でどっちかのシュートが見れるのかどうかですね。そうですね、ルチャが見たいですね。ルチャか DDT か、その辺は見ておきたいですね。まだ1回もシュートしてまだあのタルダルウェーブタックルしか見れてないです。ちょっとあー、そういうことか。ちょっとずるしていい？何ですか？ずるします。ロベルトとあのナトゥレーザー変えようとしたりしてない？なんで分かった？なんで分かった？なんで分かった？逆にびっくりしたんだけど、なんでその意図が分かったのかなとか思ってちょっとびっくりした。そこはもう大体そこしかないじゃないですか。なんで分かった？すげえ面白い。さすがやな。びっくりしたよ。なんでそれがビタで当たるのかな。はい、まず延長戦で何かシュートを見せてもらえればいいかなと思います。お、逆にしてきましたね。一番変えられた。狙われてる。狙われてる。対策されてた。ソーダ君とはかなりいい勝負になると思いますね。やばいっすよね。普通に考えた。あ、ガルシア君とマッチしたのはガルシア君。ビッグバンシュートしか積んでなかった。あれ？もうちょっとなんかドリブルとかあると良かったですけど。でもドリブルないのかこいつ、もしかして。大丈夫です。この後ね。この人多分あの夢玉交換所でなんか取れると思うんですけど。まあそうですよね。さあここから新田くん、まあ読み勝てば抜けるんじゃないかなと。ここは読み勝っていく。ここは石崎でカットしていく。お、アルベス君に渡して、あー、ミスった。もう最後まあでも S 銃なので読み勝ちすれば、止めなか、読み勝ちできなかった。太陽の今日はメキシコ対メキシコはメキシコ対メキシコだった。シュートまでたどり着かない。シュートまでたどり着けない。クソ、あ、これ来た。ソーダ君スタート。来た。いやいや、これ止める。ソーダ君スピードドリブルがあります。止めたよね絶対。あ、 S ドリ。あ、いい子ですね。あ、たロペス、うん、ロペス直で行くでしょ。あ、低いなってこと。ダイビングヘッドって。ダイビングヘッド A15。 ルチャーを見せたかったのに。これ見せる気、普通に止まるね。これは止まりますね。普通に止まるね。
まだまだ時間あるよ。ジャンプブロック。はい。くそー、見せたかったなー。お、ここは来ましたね。どうだろう、読み勝ちすれば抜けると思うんだけどな。ここは取られていく。ちょっと待って。さあ最後見せれるか、見せれるか。お、超えた。お、そう、このソーダくんとのマッチングはちょっとまた気になりますね。1926 1942、ワンツーは一応ニューブラジルサッカーがある。いやこれでも困るんじゃないかな、ドリブルで。まあ相手読み勝ちもついてますからね。そうなんだよ。お、読み勝った。ここは読み勝った。ずるい、ずるいって言われたらごめんなさい。よし。なんでこの表紙に。低いよ、低いよ。なんで低いんだ、ルッチャ。みんなにルッチャを見せたいんだ。おお、高いのやっときた。来たぞ、インゲスキ DDD ボレー。やっときましたね。やっと出た。そしてこれが止まるパターンか。これがエスパダスで止まっていくパターンですね。ということでありがとうございます。まあでもあの大得意なので3万ぐらい出てる？あ、出てないか。28,000で、エスパダスは29,000ですね。エスパの方が高い。エスパの方が高いです。まあ、あとは 大得意の補正とかでどうかなっていう。大得意だからね、その辺で属性増えても。おお、ガッチリガッチリ。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。すごい面白い試合になりましたね。いや、最後面白かったですね。ありがとう。